どうもクーリンです。本日はですね、時の人を呼びたいと思います。こちらです。どうも、ゆりかわです。クーリンズキャッチャーの緑川です。プラスね、最近ね、新しい肩書きがつきました。はい、甲斐選手のコーチといういや、まあそうですね、フレーミングコーチという肩書きで、まあ、あの甲斐さんの自主トレをサポートさせていただいたという形です。ちょっとね、ヤフーニュースもなっててかなりね反響があるんで、これ動画にさせてもらってるんだけども、はい、まあ、クーリンズのね、軟式野球チームに所属してる元プロ野球選手でもない緑川が、なんと WBC 日本代表の正捕手候補のですね、甲斐選手のキャッチング、フレーミングを教えるという、はい、素晴らしいね。これはどういう経緯でそうなったの？もともとのこうつながりは僕、千賀さんとあって、で、千賀さん経由で甲斐選手の、連絡先とか交換はしてたんですけど、去年のオフシーズンに直接 LINE で連絡をしていただいて。すごいね、はい、どういう LINE が来たの？それはまあ、予定、このこれくらいの予定なんですけど、スケジュール空いてますかと、今年こう取り組みたいと思っていることと、まあ、僕がこう普段勉強していることとかっていうのが、まあ、あったっていうところで。すごいね。いやー、すごいのは僕じゃなくて甲斐さんです。いや、もういや、両方俺からしたらすごい。いや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 、千賀投手のブルペン捕手を務めてるだけでもすごいので、さらにね、そこの正捕手のキャッチャーコーチまでするなんてっていうところね。まあ、ただそのね、甲斐選手のコーチするのが急遽決まったのかな、はい、最初大阪でのね、クーリング戦をね、緑川任せてください、来年ね、2023年一発目の公式戦は俺がしっかりと守りますって言ってて、こいつ甲斐選手の実装で行ってきますみたいな、はい、もうなんかそっち優先されちゃったけど。そうですね、ちゃんとクーリングに歓迎してくれるのか。クーリングにもう大歓迎はい、これはできることだと思うので、はい、仕事だからね、それもね、はい、それで緑川がクーリングのキャッチャーとしてよりね、成長してくれたりね、はい、してくれた方が俺嬉しいからね、はい、よかったと思うんだけど、はい、実際どんなことしたの？そうですね、フレーミングっていうところで、まあ、キャッチングの練習っていうのをいろいろ、まあ、僕が普段やってるメニューだったりとか、あと、まあ、フレーミングへの考え方だったりとかっていうのをこうお話ししたり、まあ、実際にやってもらって、まあ、それに対して、まあ、まあ、こうおこがましい話なんですけれども、こうアドバイスみたいなことをさせていただきました。ちなみにフレーミングの考え方に関しては、はい、これストライクボール、このギリギリ付近をしっかりとストライクにするっていうことでいいのかい？いや、緑川は違うの？そこに関しては本質的な部分もっと奥深くあるので、正直言って、それも話したいんですけど、やっぱりそこはちょっと企業秘密というところで、なんか、はい、で詳しく聞きたい人は、まあ、緑川のスクールコーチをコーチング受けてくれということだよね。そうですね、やっぱ僕とこう関係を持ってた人にはもう全力で当たってるんで、はい、よろしくお願いします。はい、でこれ何なの？もう着せられたけど甲斐選手の自主トレのオフィシャルウェア、ミドパン、このキャッチャーの形をしたミドパンっていう、ミドパンって言います、パンダ。これツイッターでもなんか欲しいみたいな声やったけど、買えるの？いや、これはやっぱ甲斐さんの名前が入ってるので、これは非売品です。ホームベースの形でこのパンダの絵が描いてあって、まあ、甲斐選手の名前が入ってないものは購入できますので、ぜひ概要欄から、はい、お求めください。いいね、それ甲斐さんも着用してます。いろいろ動き出すね。そうですね、いろいろとちょっと新年からね、緑川の活動が楽しみですけども、はい、まあ、クーリンズでもしっかりとね働いてもらって、はい、日本一僕をしてくださいよ。はい、はい、で今後もですね、プロ野球選手といろんなコラボをしていて、彼はねどんどんねキャッチングの人として多分有名になっていきますから、それはそれでクーリンズはクーリンズで、はい、しっかりとですね、はい、プレーの方でも貢献よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の動画は以上です。ありがとうございました。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なしの仕掛けた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。